名町芸能学院は、小築新喜劇俳優の曽我野屋明町が設立した、俳優養成所、漫才志盆地おさむらを輩出。指定制度を、基本のお笑い界に衝撃を与え、吉本工業の吉本総合芸能学院設立の講師となり、特に漫才界に大きな足跡を残した。百六十四年九月五日、大阪府大阪市東区南急法寺町のビルに、 開校した。前年の1963年8月に、蘇我野や明町が突然、松竹新喜劇を退団。その理由として、名庁は、新喜劇の結成当時に、渋谷天外が、脚本、演出は、天外、座頭は名庁と約束したが、藤山博美の台頭で約束は忘れられているため、という。そして名庁は、死費を投じて、 学院を設立し学長に就任。作家戸田学によると、学院設立の理由について、名長は、伊原西閣や近松門左衛門らを生んだ、情報文化の伝統継承を掲げ、今の芸人は基礎が弱い上に、マナーが悪い。私の学院で立派な社会人としても通用する芸人を作りたかった。学院の顧問として、劇作家の北条秀治と、 漫才作家の秋田実が就任。一流の講師陣を迎え、授業は週3日、午前、午後、夜の三部生。本科、高等科、専攻科それぞれ、各1年間、演技の基礎から、日本舞踊、洋舞、音楽、その他英語やフランス語、放送業務の実技など多岐にわたり、生徒も14歳から68歳まで様々な年代が集まったという。 1965年3月、入居ビルの都合で大阪市中央区震災橋に移転。名町が1971年に脳血栓となり、資金難などから1972年並行したが、名町と学院について3期生で、漫才コンビの横山隆広氏は売れてない頃もうちの小屋とよく名前を出してくれた。名庁学院は、隆 広ロの原点と語っている。ありがとうございます。